皆さんこんにちは、ロサンゼルスロコイタです。今回の動画では最新版のアメリカ入国から日本帰国までの必要書類や注意事項をおさらいしていこうと思います。年末年始アメリカに旅行にいらっしゃる方に参考にしていただけると思います。また今回は近年ぐんと厳しくなっているアメリカの入国審査についてアドバイスもさせていただいていますので、ぜひ参考にしてください。それでは行ってみましょう。このチャンネルではロサンゼルス観光情報並びに日本やアメリカの出入国情報について発信させていただいています。この動画が役に立ったという方は高評価またチャンネル登録お願いします。まず11月中旬現在、今までと同様にアメリカに空路で入国される方はコロナウイルスのワクチン証明書が必要になります。日本とは違い、 CDC が認めたこれらのワクチンの最初の2回を接種していることが求められます。搭乗手続きの際に必要になってくる書類はパスポートや航空券に加え、観光目的ビザなしで渡米される方はエスタが必要になります。そしてコロナウイルスの接種証明書、宣誓書、そしてコンタクトトレーシング情報になります。接種証明書などの必要書類は各エアラインが設ける渡航認証アプリで事前に申請をしておくと搭乗手続きがスムーズにいくかと思います。JAL や ZIP Air などのワンワールド系列であればバリフライ、また ANA は ANA Travel Ready などがあります。こちらの過去動画ではバリフライの設定方法も説明させていただいてますので、ぜひ参考にしてください。これらのアプリを使って事前認証していなくても当日チェックインカウンターで必要書類を提示することもできます。宣誓書はお一人様一部ずつ必要になります。ダウンロード先が概要欄にありますので、そちらからダウンロードしプリントアウトして記入してください。多くの方が当てはまるであろう最初の2回のワクチン接種済みの方のために簡素化された2ページのものもありますので、そちらの書き方をざっとおさらいしていきます。はい、こちらが簡素化バージョンです。書く場所は2ページ目のこちらになります。ご本人様の場合は My own behalf と Fully vaccinated、 ワクチン完了というところにレテンをつけて、あとは名前とサインを書いてください。サインは日本語でも大丈夫です。ワクチン接種済みのお子様のために代筆をする場合にはこのような感じになります。 Behalf of の後にお子様の名前を書いてください。それの他の名前は保護者の方の名前を書いてください。お子様や健康上の理由でワクチンが受けられない方の詳細やその方々のための宣誓書の書き方もこちらの動画で解説させていただいてますので、ぜひご参照ください。そしてコンタクトトレーシング情報ですが、これらの情報をご利用の航空会社のウェブサイトから登録、もしくは当日チェックインカウンターで記入します。米国市民や永住権をお持ちの方はこれらの書類は必要なく、パンデミック以前のようにパスポートと永住権などの渡航書類のみでアメリカに入国することができます。飛行機がアメリカに到着した後の流れですが、入国審査、受託手荷物の受け取り、そして税関を通って外に出ることができます。日本からご旅行の方は入国審査場で Visitors, Non-Residents と書かれたレーンに並んでください。多くの係員の方が誘導していますので迷うことはないと思います。そして近年多くの方も動画で取り上げているのが厳しくなっているアメリカの入国審査です。特にロサンゼルス空港は厳しくなっており、別室に連れて行かれてしまうというケースも稀ではありません。私がこの夏ロサンゼルス空港でお出迎えさせていただいたお客様の中にも数名別室に連れて行かれてしまった方がいらっしゃいました。スムーズに入国審査を通過するために一番心がけていただきたいことは、余計なことは言わない、聞かれていないことは言わないということです。これは英語がある程度できる人にありがちなんですが、 What are you here for? What's the purpose of your visit? などの旅の目的を聞かれた際に、単に Sightseeing や I'm going to Disneyland などと端的に答えるのではなく、 I'm going to Hollywood to see my friend and I'll visit his family later onなどと言ってしまうと、その友達とはどこで出会ったのか、その友達は何をしているのかなどと深掘りをされる質問をされてしまうと思います。もちろんそういった質問に答えれれば何も問題はないと思うのですが、今は少しでも検査官が不安に思った場合は別室に連れて行かれてしまうというケースも稀ではありませんので、質問は端的に短く答えるのがベストです。またご友人と一緒にご旅行される場合は、ご友人と一緒に1箇所の検査官のところに行くといいかと思います。
もちろん検査官によっては家族でない限り1人ずつ検査をする場合もありますので、そういった指示があれば必ず従ってください。万が一別室に連れて行かれてしまった場合、何時間も待たされたり、また携帯電話も使うことができないので、万が一のためにお連れの方とどこで集合するかなども話し合っておくといいかと思います。入国審査に不安な方は、旅の目的、何日間滞在するのか、またどこに滞在するのかなどはスラッと言えるようにしておきましょう。また近年日本で何をしているのかなども尋ねられることがあるようですので、そちらも端的に答えれるようにしておくといいかと思います。そしてお帰りやアメリカから出るための航空券の控え、滞在先ホテルの旅程表、参加予定のパークチケットの控えなども手元に準備しておくと、突っ込まれた質問をされた際に役に立つかと思います。ぜひご準備しておきましょう。アメリカ滞在が終わり、日本帰国が近づいてきました。空港はスタッフ不足により混雑が予想されますので、時間に余裕を持ってついておきましょう。日本入国に必要になってくる書類は、3回目を含むコロナウイルスのワクチン接種証明書、またはワクチンを接種していなかったり3回目を打っていらっしゃらない方は、出発の72時間以内に検体採取をした陰性の証明書が必要になります。そちらの書類と質問票が必要になります。入国手続きをスムーズにするために、事前にこれらの書類を Visit Japan ウェブサービスに登録し、認証されると QR コードが出ますので、そちらの QR コードを保存しておきましょう。詳しい Visit Japan ウェブサービスの登録方法はこちらの動画で紹介させていただいてますので、ご参照ください。この Visit Japan ウェブサービスは、日本国籍の方は検疫で見せる時の QR コードと、また税関で自動化ゲートを通る時に使う QR コードの2つを取得することができます。先日日本に入国した友人によると、税関の自動化ゲートの方には長蛇の列ができていて、従来通り黄色色の紙を使って通る友人のカウンターはとっても空いていたようで、まだあまりうまく機能していないようです。また税関の自動化ゲートは事前に顔写真を登録しておかなければいけないようで、お預けになったカバンを待っている際に専用の機械ですることができるようです。ぜひ確認してみてください。スムーズに行くためのシステムですが、まだ改善が必要のようです。アメリカ入国、日本入国をされた方の体験談なんかをコメントに書いてくださると、これから旅をされる方に一番有益な情報になると思いますので、よろしければお願いいたします。年末年始の皆様のご旅行がスムーズで安全なものになりますように。ご視聴ありがとうございました。